はい。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしく？なんだろう。どちら様ですか？何か困ってることはありませんか？二世信者になるとどうなるのか。あなたは今幸せですか？ここでこうしてあったのも神のお導き。何かお困りなら相談に乗りますよ。うわ、勧誘じゃん。めんどくさいな。ねえ君、こういうことしてて楽しい？だっていっぱい人助けできるし。ああ、そっか。ごめんなさい。間に合ってます。どうして神様の救いを拒むのかしら。ほんとだよね。子供の頃、両親とよくいろんなお家を回った。訪ねた家の人には変な目で見られたけど、子供の時はその意味がよく分かってなかったんだ。二世信者の幼少期。申し訳ありません。私が至らないばかりに。いえいえ、人々を目覚めさせるのは容易ではありません。頑張りましょう。パンダくん、こんにちは。こんにちは。僕たち外で遊んできていいですか？もちろん。ただお祈りの時間には戻ってきてね。はい。教会にいる人たちはみんな優しくて、同年代の子供もいっぱいいたからすごく楽しかった。神に奉仕して楽園へ行く。幼い僕はそう信じて疑わなかったんだ。今日から小学生か。いっぱい勉強して頭良くなろう。何？なんて服着てるの。そんなの身につけてたら呪われるんだよ。はあ、そんなの聞いたことないよ。てか呪いとかかっこいいじゃん。お母さんの言う通り、本当に不浄な子がいるんだ。この後オレンジでゲームしようぜ。行く行く。なんで教会に行かないの。この学校の子たちヤバくない？ねえパンダくん、一緒に帰ろう。この子は普通さ。よかった。ねえパンダくんって普段何してるの？教会でお祈りしたり勉強したりだよ。何それ、塾みたいな感じ？もしかして教会行ったことないの？うん。なら君も来てみなよ、教えてあげるから。じゃあ行ってみようかな。よし、これはお母さんに褒められるかも。はい、パンダくん。ありがとうございます。何それ。聖酒だよ。悪魔から体を守るために必要なんだ。この匂い、お酒？パンダくん、おかしいよ。私帰る。おかしい、僕が？ってことがあったんだけど。その子たちはもう悪魔に取り憑かれてるの。関わっちゃダメよ。はい。一緒に遊んでみたかったけど、お母さんを悲しませたくないし。疎外感。君がよは、なあ、あいつサボってるぜ。しょうがないよ、パンダくんおかしいから。みんなで太郎くんの誕生日をお祝いしよう。はーい、誕生日おめでとう。パンダくん、どうして祝ってくれないの？俺のこと嫌い？そういうわけじゃないけど、お母さんに禁止されてるから。そんなのおかしいだろ。だからお前友達できないんだぞ。ね、できないんじゃなくて、作らないんだもん。悪魔の仲間になりたくないし。ひどい、もういいよ。パンダも書かないか、楽しいぞ。でも七夕は神様に禁止されてるから、一度ぐらいなら神様も許してくれるよ。先生も内緒にするから、どうだ？本当？じゃあ一回だけ。もしもし、パンダくんのお母さんですか？目を覚ましなさい！あなたは悪魔に取り憑かれたのよ！やめて！痛いよお母さん！私も心が痛いわ。でもこうしないと悪魔が出ていかないの。ごめんなさい。もういません。思春期、中学生時代。最近お布施が少なくありませんか？そんなことでは楽園には行けませんよ。すみません。うちはこんなに貧しいのに、まだお金払わないといけないの？こら、なんてこと言うの。神様のお考えは人間にはわからない。だから学んで布教しなさい。なんで僕の家だけこんな貧しいの。やっぱりおかしいよ。でももし僕が信仰をやめたら、
お母さんに嫌われる。どうすればいいんだろう。ねえ君、何か困ってるの？え？そうなんだ、大変なんだね、パンナ君の家って。うん、私でよかったら話聞いてあげるよ。本当？それが僕の初恋だった。今まで友達のいなかった僕は彼女の優しさに心を奪われたんだ。あのさ、パンナ君、私たち付き合わない？え？時間はかかるけど、大人になったら二人で暮らそう。そうしたらきっと幸せに。無理だよ、だって神様が。ごめん、今のは違くて。私こそごめんね、一人で舞い上がっちゃって。さようなら。待って、神様、お願いだから助けてよ。もう一度やり直させてよ。いや、その神様がこの生活を決めているんだったな。天気、高校生時代。なあお前、今日一緒に帰らないか？ずっと話してみたいと思ってたんですよ。ごめん、無理。うち宗教やってて、放課後はいつも教会でお祈りしないといけないから。いただきます。昼飯一緒に食うくらいなら宗教的にも大丈夫だろう。もしかして何か用事とかありましたか？いや、ないけど。じゃあご一緒してもいいですよね？それぐらいなら。せっかくですし、みんなでおかずを交換しませんか？いいぞ、なら俺は肉団子を出そう。二人は何をくれるんだ？ごめん、僕お肉は食べちゃいけないって教わってるんだけど、だから嫌だったんだ。絶対めんどくさいやつだって思われてるんだろうな。本当にごめんね。じゃ他のやつにするか。え、いいの？え、何食うかなんてもらう側が自由に決めていいだろう。自由に。じゃあ自分は鶏肉を。却下、他のにしてくれ。だったら自分人参出してもいいですか？ちょっと苦手で。それ食うから代わりに俺のピーマン食ってくれ。いいですよ。パンダはどうする？え、じゃあお魚もらおうかね。お、うまいから食ってくれ。の？こんにゃく残ってるけど苦手なのか？だったらもらうが。ああ、こういう時は助け合いだ。遠慮するな。好き嫌いしちゃったけど大丈夫かな？天罰が下るって言ってたけど。翌日、なんともない。え？じゃあ神様の教えって何だったの？どうしたの？まさか天罰が。聞いてくれよ、愛しのマイエンジェルマリちゃんがチューズデイされたんだ。ベンパイ、ツーショットも流出してますし、もう諦めた方が。信じない、俺は信じないぞ。なんでそこまで意地張るんですか？シャチ、人生において大事なことを教えてやる。何を信じて何を信じないかは俺が決めるんだ。何カッコつけて言ってるんですか？ただの現実逃避じゃないですか。いいかシャチ、何かを信じたい気持ちと同じく何かを信じたくない気持ちも大事にしないといけないんだ。とある偉人がそう言っていた。誰なんですか？今の俺。偉人じゃないじゃないですか。そっか、そうだよね。信じるものは親でも神様でもなく自分が決めていいんだよね。そして、ごめん、大学の授業が遅れちゃって。大学進学できたんだな。結局教団から追放されたけどね。まあやめようと思ってたから別にいいんだけど。お母さんよく許してくれましたね。ほぼ絶縁になったけどね。そうですか。でもパンだって結構信心深かったよな。なんでやめようと思ったんだ？どっかのしょうもない偉人の言葉のおかげかもね。お？そうさ、これからの未来は僕自身が決めるんだ。もう誰かに決められ強制される人生じゃない。自分で考えて自分で決めるんだ。シャチ君ってさ、いつも敬語使って疲れないの？敬語じゃないと落ち着かないですね。でもなんかよそよそしくない？次回、敬語禁止の世界、敬語を使ったら即死。敬語やめたら今よりもっと仲良くなれるかもよ。え、仲良くなればペンパイは味見できますかね？ノー。さあ来た、おなかで
ゆうやゆうゆうのコーナー。急にどうした。本編終わったら視聴者で別の動画に行っちゃうんだよ。だからおまけパートではコンプラでセンシティブなこと言ってもいいってこと。いやダメだろ。いいの。あっちゃーごめん。シャチお前もかよ。それじゃあ俺も期間限定でお正月ボイスを販売するぞ。マジかよ。期間は2023年1月1日日曜日18時から2023年1月31日火曜日17時59分まで。販売場所はプロットストアだ。詳しくは概要欄をご覧ください。限定販売だから今逃したらもう買えないかもよ。ブラ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 。ぜひみんな買ってくれな。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹部のパンダか。